どうもこんにちは、ショコラです。今日もですね、スラットさんの方に、来てるんですけれども、実はですね、前回同様、ちょっと音声がですね取れてませんでした。というわけでですね、今回も、アテレコという形でですね、やらせていただこうと思います。はい、前回の動画見てない方にちょっと説明するとですね、スラットさんの方で、大体1年に1回アニバーサリーということでですね、すごいスペシャルなヴィンテージをこう一気にバッとこう出すっていうのがありまして、今回それがですね、2月10何日にあって、それのすぐ後にですね、撮影させていただきまして、今回もですね、その中から珠玉のヴィンテージをちょっと気になったやつをですね、ちょっと紹介していこうかなと思っております。で、1着目がですね、こちらの50年代の、スカジャンですね。はい、グリーンのね、あのタイガーとイーグルの、やつですね。あのこちらで、動画今編集しながらちょっとこのスラットさんのホームページ確認してたらですね、すでにこれソールドになってました。ソールドアウトになってましたね。はい、ただまあこれ自体はなかったにせよ、あの古着でこういうのがあるよっていうのを紹介できればいいと思ってますし、まあこういう似たようなやつをね探されてもよし、あとまあこういうスペシャルなヴィンテージ置いてるお店だよっていうのがこうね、あのスラットさんにあるよっていうのが伝わればね、あのいいかなと思ってますので、まあ、これ自体はないですけれども、まあ、いろんなねところちょっと見てもらえればなと思います。はい、結構ねサイズも良かったし、雰囲気もやっぱり良かったですね。はい、結構その東洋さん の復刻のヴィンテージは持ってるんですけど、復刻のヴィンテージ普通の復刻は持ってるんですけど、このガチのヴィンテージのやつはね、今は持ってなくて、やっぱりね、いいですね。ヴィンテージはヴィンテージの良さがあって、まあ、復刻には復刻の良さがあっていう感じでね。でこっちは裏面ですね。はい、サーモンピンクでですね、日本の地図が載ってましたね。はい、これもねすごくいい感じですね。このヴィンテージのこのピンクのねちょっと淡い感じはすごくねいいと思います。はいはい、そしてこちらがですね、両面コリアでしたね。はい、コリアの文字が入ってる、地図もコリアですかね。はい、の、スカジャンですね。で今、試着させてもらってる方が中綿があるタイプのキルティングがついてる方で、こっちはですね、中綿がないタイプですね。はい、なのでまあ3シーズンぐらい多分いけるかな。こっちの方が長く1シーズンこう着れるような形になってますね。こっちもねサイズ的にはまあちょうどいい感じでしたね。はい、ちょっとねヴィンテージ特有のっていうか、こう結構なんていうんですかね、クタッとしてるっていう感じですか。なんで結構こう腕にこうたまりができるというか、こう余裕ができる感じ、あれがね結構ね可愛いなっていうか、いいなと思うんですよね。はい、まあこうやってメンズが着るのもありですけど、こう女子がねこうちょっと大きめのスカジャンをダルッと着るのもすごい可愛いなと思うんですよね。はい、すごいかっこいいと思います。この青と黄色の面もすごく良いし、この色の感じも良かったですね。はい、やっぱスカジャンはいいな、いいですね。はい、こんな感じですね。で次、3着目ですかね。はい、3着目はですね、ビッグヤンクの、ブラックシャンブレーのシャツですね。はい、ブラックシャンブレーのシャツもねすごい好きで、もう古着屋に行ってあると絶対こう見ちゃいますね。はい、やっぱ高いですよね。結構ブラックシャンブレーのシャツは結構お値段しますよね。はい、でまあちょっとね丈が長いんですけども、全然中にこうインして、こんな感じでインして、着るもよし、まあこのくらいだったらギリ出して着るもよしっていう感じ、まあ、着方によってって感じですけれどもって感じですが、まあ、もうちょっとね身長高い人だったら全然ジャストサイズで着れる感じかなっていう感じですね。はい、で次が、1,2,3,4 着目ですかね。はい、4着目はですねこちらの、これも良かったんですよ。これ本当に良くて、フェルトのパッチのついたウールのスウェットですね。はい、これがね本当に買おうかねすごい悩んだんですけど、ガチでもう本当にこうパッと見ヴィンテージっていう感じですよね。もうヴィンテージ古着っていう感じがもうものすごいしますよね。このフェルトの感じといいね、このイエローにこのブルーの、しかもネックとかね、この裾の部分にある感じがねすごくいいですね。
あのでサイズ感もねすごいちょうどいい、まあ、ちょっとやや大きいんですけど、このちょっと余裕のある感じもいいし、あとやっぱこう丈がやや短くてちょっとこう横にワイドっていう感じがやっぱりボックスシルエットがすごく50年代っぽいし、可愛いなって古着っぽいなっていう感じがするんですよね。どうしても現代の今のものって体にこう沿うようにできて、まあ、綺麗に見せようっていう感じになるじゃないですか。まあ、あれあれでもちろんいいし、必要な人はあると思うんですけど、やっぱね個人的にはこの武骨なというかね、こう感じの方が好きなんでね、こう、すごい良かったですね。本当に悩みました、これは。本当に、はい、このウールの感じいいですね。次が、5着目ですね、はい、これがですね60年代か70年代初期ぐらいのチャンピオンですね、はい、あの叩きタグって言われるやつで、ラバープリント3段でしたね、はい、あのタグを見てもらうとね、あの分かると思うんですけど、真ん中にこう M、 こう M サイズなんですけど、ちょっと大きめのサイズに乗ってるやつですね。これは60年代とかの後半ぐらいなのかな、から、まあ、70前半頭ぐらいなんですかね、サナプラプリントのラバーでしたね、はい、すごく良かったですね。これちょっとね、さすがにこの叩きタグは試着初めてだったんですけども、まあ M で、はい、ちょっとね丈は長いかなと思ったんで、まあこれで S ぐらいでもいいのかな、まあただ個体差もあるんで何とも言えないですけど、ちょっと袖も長かったかな、でもまあ十分、なんですか、リバースで言えば十分なサイズ感かなと、うん、思いましたね。これ本当スペシャルなスウェットなのでね、ぜひぜひ、好きな方まだありますんで、まあ、ちょっと編集の時はどうかわかんない、編集の時はありましたけど、アップ時に残ってるかどうかわかんないですけど、まあ、もうぜひチェックしてみたらと思います。でこっちはですね、さらに古い、さらにスペシャルな60年代のチャンピオンの、もっぱつ古い、タグですね、この叩きタグのもっぱつ古いやつで、さらに4段アーチのさらに染み込みという、もうなんか本当完璧ですね、はい、素晴らしい一品だと思います、はい、しかもこうあのちょっと汗った感じの水色の、感じがすげえいい色でしたね、この染み込みの感じがね、はい、やっぱ染み込みいいですよね。あの腕のところに若干ちょっとその汚れが、オレンジっぽい感じの汚れがちょっとついてましたけど、もうあのそれ以外はかなり状態が良くて、あの相当いい方だと思います。正直言ってその全然気にならないぐらいの汚れでしたね。もうこの年代のチャンピオンのリバースでやっぱ出てきたら、大体やっぱもうね首元とかそのリブのあたりがもうボロボロなのが結構多い中、全然そこがピンピンしてるっていうのが本当奇跡に近いので、あのぐらいの汚れはもう全然余裕で許容範囲っていう感じでしたね、はい、もうあれもないとなるともうど値段どんだけいくんだっていうぐらいの、完璧な感じでしたからね、はい、っていう話をしたらもうあっという間に終わりですかね、はい、こんな感じでしたね。すいません、本当ちょっと音声が抜けちゃってましたが、こんな感じですね、ぜひぜひあのオンライン、もあるみたいなので、そちらの方でですね、商品見てみて、ぜひオンラインでも購入できるので、買ってみたらいいんじゃないかなと思います。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとこれに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね好きな服着て楽しくやりましょう。またね。